はい、レンタルバオです。今日はですね、リクエストというか、質問が、意見ありましたんで、それにお答えしたいと思います。はい、先日ここのね、スライドドアスイッチの LED 化っていう形で、動画の方をね、上げさせていただいたんですけども、まあ、そこでね、チラチラ映ってたので、かなり気になっていただいたと思うんですけども、ルームミラーですね。ルームミラーがですね、私私の中では超高級品と呼ばれるギャルソン。よく街中でね、車の後ろによく DAD って貼ってるステッカーありますよね。あそこのメーカーさんのね、ミラーを取り付けしております。で、これはね、そもそものきっかけは、私の妻がですね、オフ会とか一緒によく行ってた時期があったんですけども、ギャルソンのね、ミラーをつけてる車がすごく多かったんですよね。で、そこですごく高級感があっていいな、いいなっていう形で、ずっと言ってたんですけども、なかなかね、実際のところミラー1個で3万円ぐらい、多分したと思うんですけども、ミラーにそのお金はなかなか出せないなっていうのが本音でした。で、結果的には、誕生日じゃないんですけども、たまたまオートメッセですね、大阪2月にですね、オートメッセっていうのがありまして、ちょうどその時ギャルソンのブースが、出展されてました。で、当日限りね、20%、全品 20% オフっていうことで、ちょっと買うんであれば今回かなっていう形でね、奥さんにね、全部選んでいただいて、商品を選択していただきました。で、私はね、車乗るたびにいつもオートバックスとかイエローハットとかで普通のワイドミラーあるじゃないですか。長いやつね。それを必ずつけてたんですけども、ちょっとそこまでワイドではないんですけども、やっぱり常に目にする場所なんで、安っぽいよりかは高級感があった方がいいかなっていうのが取り付けしてからの感想です。で、確かに、3万円近いね、ミラーっていうのはなかなか手が出にくいんですけども、よく考えるとですね、ミラーっていうのは自分の中ではずっと歴代の車、ずっとワイドミラーをね、取り外して、もうずっと使い続けてました。で、今回のことも結局は、3万円近くしますけども、次車乗り換えるときに別にベルファイアじゃなくてもね、ルームミラーは移植できるわけですよね。ということは、車を乗り続ける限り、このミラーはずっと使っていけるっていうことを考えると、逆に安いかなとは思います。出すときのお金は大きいんですけども、将来的にね、ずっと使えるものでありますし、簡単に割れるもんでもないので、ありかなっていう形で、もうそれは今はね、特に気に入って使わせてもらってます。最初はミラーに3万円、4万円かっていう感じでちょっと思ったんですけどね。ここは今のところ満足してます。で、動画をね、見ていただいた方がね、その商品、どんな商品なのかっていうのと、どうやって取り付けしてるんですかっていう、簡単な説明だけだったんですけども、来ましたんで、ちょうどね、写真がまとまって出てきましたんで、それを見てね、お説明したいと思います。はい、こちらがですね、超高級ブランドのギャルソンさんのミラーなんですけども、モノグラムっていう風な商品名だそうです。ここのね、縁のところですね、ここの縁がいろんなデザインがあって、で、そのデザインによって値段が変わってきたりとか、こういったこれなんていうんですかね、スワロフスキーっていうんですかね、スワロフスキーみたいなキラキラするやつですね、ダイヤモンドみたいなやつですね。そういったものもついてるので、基本ギャルソンっていうのはこういうキラキラ系が多いかなっていうのは私の印象です。では、このミラーが購入しました。で、あとですね、このミラーの後ろにつけるミラーカバーですね。ミラーだけですと、ちょっと後ろから、後ろからっていうか、外から見た時に殺風景な感じなんで、外からもそのギャルソンをアピールをするためのカバーだと思います。これはセットで考えて、取り付けしました。で、あと、アクセサリーですね。基本、妻が選んだので、アクセサリー関係もいるだろうなっていうので、これも、お任せして選んでいただいたんですけども、ここにもね、やっぱりね、キラキラがついてます。で、ここにの文字のね、一個一個にこれ見えますかこれ。にも、スワロフスキーがついてますんでね。スワロフスキー、すごく言いにくいですけど。これだけでも私がいくらだったかな、もう忘れましたけど、結構これは高かったと思います。で、これはね、ここの平べったいところを利用して両面テープで貼り付けるだけなんで、特に難しさはありません。
はい、ではね、実際にミラーの取り付け方法なんですけども、まあ、ミラーの取り付け方法っていうかね、皆さんワイドミラー取り付けされてると思いますんで、まあ、付け方は基本的に一緒です。ただ違うのは、後ろにカバーが付くっていうのと、アクセサリーを付けるっていうことなんで、多分そのアクセサリーの付け方を多分質問者さんは、ちょっと気になったのかなと思いますんで、それをね、踏まえて説明していきたいと思います。はい、まずね、この、丸い部分ですね。丸い部分をが両面テープが貼り付けられてますので、まあ裏に貼るんですけども、まあ大体、距離感ですね。ミラーに対して幅広く取ると、垂れ下がる部分が短くなりますし、狭くすると垂れ下がる部分が長くなりますし、ここの距離感っていうのは、まあ実際にね、ちょっと車に乗って当ててみて、どれぐらいがいいかなっていう距離感ですね。それはあのご自身の好みでいいと思います。でこれはね、私一応妻に確認していただいて、あ、それぐらいでいいよっていう形のところで固定しました。で、あとですね、ミラーの後ろにつけるカバーには両面テープが丁寧に付属されてますんで、この両面テープを貼り付けます。このように貼り付けます。まあ、ちょうどここにね、ちょっと出っ張りがありますんで、その出っ張りを避けるような、切り欠きというんですかね、両面テープにもちゃんと、施工済みなんで、取り付けは簡単です。これをね、まあ、あと、貼っていくんですけども、まず、ミラーをね、純正ミラーに被せる形で、取り付けします。まず、下ですね。下をはめて、上の部分ですね。あ、逆ですね。上の部分を引っ掛けて、ギュッと、上の部分に引っ掛けて、こういう形ですね。上だけがこう、スプリングが入っているような感じでスライドしますんで、上を引っ掛けて、下に引き下げて、下を引っ掛けるんですね。まあ、ここ、まず、ミラーの後ろに、後ろというか上ですね。上に引っ掛けていただいて、で、最終的にルームミラーの下側をここに引っ掛ける。まあ、この赤く囲っている部分が純正ミラーが来る場所だと思っていただければいいかなと思います。それで、固定されますし、まあ、外れることはありませんので、まあ、それで、OK です。で、実際このような形でね、まあ、いくつかの動画の中でこれがね、映ってる動画あったと思いますけども、まあ、これでね、ちょっと批判的な、意見もいただきましたけど、まあ、ギャルソンはね、好みがすごく分かれると思います。好きな人、嫌いな人っていうのはね、まあ、なんせすごく派手なんで、ただ、光が当たるとね、すごくキラキラして、すごく綺麗だと思います。で、表から見るとですね、ちょっと私の場合はですね、ドライブレコーダーがあるので、ちょっと台無しなんですけども、まあ、ここに、DAD とね、書かれたカバーがありますんで、カバーの裏側、まあ、要はここ貼り付け面が見えなくなりますんで、まあ、アクセサリー付ける方は、このカバーはセットで考えた方がいいかなと思います。はい。でね、あとですね、ギャルソン関係なんですけども、私の車両じゃないんですけどね、まあ、ちょっとその同じ方のコメントで、ギャルソンのその、他の商品で、何か紹介できるもんあったら、ちょっと、教えてくださいと。なんかね、近々納車がある、みたいで、まあ、ちょっと中古を購入して、もうすぐ納車なんですけど、まあ、ちょっと自分は前から、その、ギャルソンの製品が好きで、で、今回はその、アルファード、20系アルファードの方を購入されたみたいなんですけども、まあ、ちょっと、室内をね、ギャルソン一色にしたいので、まあ、ちょっとレンタルのパパさんが使ってるもの、であれば、ちょっと何かご紹介してくださいっていうのと、で、まあ、知り合いの方で、いい商品あったら紹介してくださいっていう形で、コメントいただきました。で、それでね、ちょっと私の、ベルファイアのグループの代表の方、元代表の方の、レビューの方をちょっと拝見させてもらったらですね、センターコンソールですね、ガソリン、ベルファイアの ZG ですね。ZG に乗ってる方で、ね、センターコンソールのところに、まあ、純正のコンソールを外して、ギャルソンのコンソール、すごく立派なやつ、7万円か8万円すると思うんですけども、まあ、カップホルダーとかもついてる、でっかいコンソールがありますんで、それをね、取り付けしてる動画じゃないですね。写真をね、ちょっとお借りしましたんで、次回、そのね、模様をお伝えしたいと思います。まあ、取り付けというかね、純正のコンソールを外してしまえば、あとはもう、その隙間に、はめてるだけというね、それで大丈夫なのかなと思いますけども、もう本当取り付けというか、
外して置いてるだけっていう商品なんですけども、まあでも見栄えはすごく豪華になりますんでね、予算があればそちらの方もね取り付けてみてはいかがでしょうか。まあ次回はそれでね、ちょっとギャルソンのキャビネットというのね、コンソールですね、そちらの方をご紹介したいと思います。はい、今回ね動画参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。こうだな。